さ、指行きですよ。とりあえずね、指もちゃんと行っちゃいましょう。でも意外と本数があるんでいいですね。さあ、車両貸し切りだ。貸し切りだったらちょっと思わせてもいいかな。よし、大垣はね、友達もおるんでね、車ではよく来るんですけどね。ですから大総国道ね、走ってよく、友達に気に入ったりとか、まあね、いうので大垣自体は本当によくね、行き取った時はね、本当に月1とかね、週2とかでっていうペース、月2とかね、それぐらいのペースではね来てましたからね、うん。ですから意外と出たところとか詳しいですけど、リトル前からラブーできてたんですね、あんなところに。この辺りでアピタがでかいのがあって、あと富田屋がいっぱいあるっていうイメージですけどね、大垣っていうと、ね、まあ確かに駅前もねだいぶ進んでます。まあただメインはね、大垣はまあ駅前の辺りも栄えてるんですけど、やはり大総国道と、国道、23号線か、ね、ぶつかるところ、あの辺りを中心にしたバイパス沿いですね、車の郊外の方が非常にいろんな店があるという特徴もあります。あと、郊外にはセリアの本社もありますね、あの100均で有名な、うん、そんなところかな。まあ、とりあえず指までね、こっからさらに山の奥の方に行きますからね。養老鉄道をご利用いただきありがとうございます。この電車は指行きです。発車までしばらくお待ちください。Railway. This train is bound for Ibi. Please wait a moment until the train departs. 行ってみたいですけどね、まあ、まあ様子を見て行けそうやったら行きましょうかね。まあ、どっちかというと養老鉄道メインでやってきますけどね。まあ、せっかくこっちも来たらね、港坂さんかだけでまた来るのも大変ですからね。幹線と幹線がつながってるだけで、ですから、指鉄道の出発を見ると、まるで右側通行になったり、結構長いですから、ちょっと感覚としては面白いですね、こっち側に対向列車がやってくるっていう構造ですからね。ここにあった八百屋さんがなくなっとるな。いや、昔の写真をちょうどひっくり返しとったんだよね、ちょうど見てたんですけど、いやー、なくなっちゃったんだな。ちょうど1キロなんですね、1キロポストの形が違う。これでゴード、ちなみにこっちにも赤坂って駅あるんですね。で、リビングまで行きますよーと。これだけで見るとね、一直線みたいですけどね、実際にああいう構造なんですよ。ね、
This is the final stop for this train. Thank you for taking Yoro Railway. The doors on the left side will open. よいしょ。さあ無事着きました。伊比駅ね、終着ですね。ということでね、早速これだけ押さえておきましょうね。考えてた IBI っていうのも面白いですよね。今伊比ですからそうなるんですけど、ということでね、押さえておきましょうね。はい、グイッとやって大ターミナルってことでね、だいぶローカル感漂うターミナルですけどね、風の感じもいい感じですね。さあ、でやるとね、金井さんが待ってくれとる。さあ、ゆっくりとかんないな。よっしょっしょ、よっしょっしょ。はい、すいません。あ、こっちか。そう、こんな感じな伊比川町ですもんね。この辺りはあまり市町村合併がしてなくて、池田町とかね。そう、池田町があるよね。せっかくやから池田温泉入ったけどな、この辺りから行けるのかな。うん、ちゃみと小山田もまだ1万1000円のとね、これはなかなか厳しいですか。さあ、そうで、なんかトレクルって言ってレンタサイクルとかね、いろいろやってて、面白いのがレッドサイクルの自転車が駅の構内に置いてあるっていうのも面白いですけどね。ちなみに電動で900円1000円、全部あ電動なんだ。ようやく置いたしてなんかすると、あ、えらい先進的なやつですね。で、専用 IC カード、暗証番号でやるのと、その IC カードでやる、方法があるんですね。あ、伊比駅と池野と、あ、池田温泉の方だ。あ、そっか、池野駅の方からやったら池田温泉の方行けるんか。いざとなったらこれちょっと行けるんかな。いや、温泉入りてえな。池田温泉いいお湯ですからね。ここに出てますね。伊比駅、あ、この先にもなんかあるんですね。リフレッシュ感、なんか温泉のマークが出てますね。ね、あらやら、え、どこだ、オートキャンプ、いや、この上、あ、それ、ほら、あらやらって感じであるじゃないですか。あら、あら、リフレッシュ、ね、リフレッシュしたいですね。ただちょっとこっからは距離がありそうですね。で、伊比川マラソン、まあこの辺りはね、やっぱし、やっぱし、伊比といえば、鮎ですけどね。時期的にどうなのか、今の時期まだ鮎は早いのかな。ね、巡回線やらが走っとって、伊比駅から、まあ、ね、地元のコミュニティって感じですよね。伊比駅の後は、ね、コメリ前とか、元気前、バローですからね。バローに至っては前じゃないや。ね、バローと富田屋スーパーの名前でいくって、ね、丁寧じゃん、ザ・ビッグ・イオンってね、分かりやすい。道の駅池田温泉、あ、なるほど、南回り1号、これは池の駅、あ、やっぱ池の駅まで行けば行くのかな。ほー、なるほど、そっちの方にも寄ってみたいですね。あ、特産品販売所。まあ、せっかくからちょっとぶらりとしてみましょう。今朝の9時ぐらい、ね、まだだいぶ時間もね、余裕ありますからね。駅前こんな感じ、バス乗り場、向こうには向こうでバス乗り場があるんですね。あとは名阪近鉄バスかな。今日ね、ちょっと風がもしかしたら音が入るかな、風の音がちょっと入るかもしれませんけどね。そう、対策用に買ったマイクはね、使えないし、てっきりも、絶対マイクのね、
カレーコレクションあると思ってたんですよね。考えてみたら、よー見てみたらね、いろんなコレクションありますけど、あれこの AV ってところどうなんやろ、ちょっと試してみようかって言っても交番の前でやるのはちょっとさすがにね、うん、あら、あ、結構見て細いな、向こう側に行った方がいいね、はいはいはい、中華料理なんや、びっくりするぐらい中華料理感ないですねこれ、あらで養老、これは何て言うの、あ、陽気郵便局、陽気かな、あー、なんかいろんな地名がありますね。あ、ちなみにね、来る途中でも、また、この途中で来てもらいますけど、あの、ゴードってね、キロゴードとかってありますけど、ゴード駅、ゴードってのもまた、まあ、にやかなですよね。ここの中華料理屋感じゃない感はすごいな。すごいな。どっかで見たことがあるような虎ですけど。で、こっちが北なんかな、その感じですよね。お弁当なんかもやってるんですね。いびご飯とか、へえ、杉原サイクル、自転車多いですね、なんか。まあまあ山沿いだから自転車変わるそうですけど、でこっから先行くともうずっと揖斐川の市街地の方には行けるみたいですけど、ちょっとほえで市街、揖斐川の市街地からもちょっと離れてるんですね、この揖斐駅っていうのは、うん、まあでも多少ね、こんな感じでプラットやっても大丈夫ですよね。あの、さすがにこの前のね、名勝戦の時はね、伊勢沖津2時間に1本でしたからね、ちょっと1本逃すと厳しいぞっていうのがありましたけど、まあ今回はね、一応ここから先1時間3本とかね、なんか、数が確保されてるみたいなんで、ね、まあそれぐらいあればそんなに、せっせかしやんでもね、なんとかでもないでしょ。これしかしまた嫁ネジが来ましたね。全く読み方の想像もつかねえな。どっかに、あ、書いてあるわ。萩長。はあ。ここに出てますね。萩長って呼ぶんですよ。萩長橋。これは読めないな。で、これが揖斐川。で、まあ、ずーっと揖斐川沿い。まあ、ああいうのね、やつとかもシーズンになったらわーっと出るわけですけど。これは何？あ、なんか、あれですね。水門でしょうね。で、奥行っても特になんもなさそうかな。あ、これ揖斐川じゃなくて、萩長用水っていう、なんか専用の水路なんですね。ね、大体こういうのをやると作りたがりますよね、石碑を。